カイズカシは、日本の教育学者、武蔵野大学教授、放送大学客員教授、公益社団法人日本行動会参与。専攻は、日本教育史、道徳教育論、1963年茨城県生まれ、1989年東京学芸、大学大学院教育学研究科修士、家庭修了、1993年つくば、 大学大学院教育学研究科博士課程単位、取得大学、筑波大学助手、1996年、国立教育研究所研究員、1998年度、主任研究官、2001年、国立教育政策研究所主任研究官、2003年、武蔵野大学教育学部助教授、2007年教授、2004年筑波大学博士、 論文の題名は戦後教育改革期における道徳教育問題の指摘展開に関する研究。日本道徳教育学会副会長、事務局長。文部科学省の道徳教育の充実に関する懇談会委員。中央教育審議会専門委員。中央教育審議会教育家庭部会。考える道徳への転換に向けたワーキンググループ委員。 日本道徳教育学会編集委員長等を歴任。2021年9月からインターネット放送局ことの葉に番組配信者として参加している。読売年間2016年版 P308J グローバル。博士論文書誌データベース2013年6月23日総会において。 新役員が承認されました http://doutoku-gakkai.sakra.ne.jp:/2013sosiki.pdf、ok、u ありがとうございます。